私はまあ、先代がですね、もともとラムでスタートしたんですね。ラム酒でラムは必ずその樽に貯蔵してで商品化して出荷するんですね。でうちの方も、まあ、泡盛を、できるだけその樽に入れて寝かせて出荷しようということで、まあ、うちの貯蔵の技術はこの樽の方が特徴です。でそのうちの泡盛に合った樽をどう選ぶかということで各国回ってきました。でその中で、まあ、一番うち の泡盛に合った、樽がカナディアンオークだなということで、まあ、3年からそうですね、8年ぐらいかけて、まあ、調査して、結果 今の樽に収まりました。でうちには特殊な樽が実はありまして、これ100年樽というんですけども、100年間貯蔵して開けないとそのまま保存するお酒なんですが、100年後もですね、青森が楽しめる平和な世の中であるようにということを祈りながらですね、貯蔵しております。まあ残念ながら私は多分飲めないと思います。私はその泡盛の仕事を始めてですね、本当にこんなに夢のある仕事が自分がやらせてもらって大変嬉しいと思ってます。本当に世界には、まあ、ウイスキーとかそれからブランデーとかっていう、もう非常にこう有名なお酒があるんですが、それにもね絶対負けず劣らず本当にこう世界の酒になると思います。ただし、まあ、私が考えているのは熟成した泡盛ですね。小さな、まあ、島沖縄かもしれませんが、世界に本当にこう冠たる酒ができるんだぞということをちょっと示していきたいなと考えています。